お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのダクネマスケスキャラデッキをね、紹介していきたいなと思います。これはですね、1年半ぐらい前かな、1年ぐらい前に究極に流行って、しかも僕がねマジで愛用してた。なんならこのデッキがもう当時は一番僕の中で自信があったデッキで、このねマイクアゾスキー赤と、あとラット赤かな、2赤、1回のシーズンで8000いったことがあって、その時にね、両赤ともこのデッキを使ってあげたみたいな、まあ、そんな感じでね、めちゃくちゃ愛用してたこのねスケラデッキが今ね大復活を遂げていますというわけでやっていこうかなと思います。何が強いかって、雪玉、このねダクネプラス雪玉っていうのが強くて、まあ、あとアイゴレですかね。今はまあウォールブレイカーとか、まあ、なんかロイジャイとかもいれば、まあ、いろいろ何でもいるんですけど、まあ、そのウォールブレイカーですね、まあ、流行りはメインウォールブレイカーにのデッキで、やっぱヤリゴブリンとか、まあ、コウモリがいるわけですよ、まあ、そこに対しての防衛のアイスゴーレム、かつスケラプラスの雪玉、これ雪玉がねめちゃくちゃ強いの。もう単純にだってヤリゴブリンとかコウモリ来たら雪玉ポッて打てばスケラが大ダメージ入るんで、ポイズンを打てなくても攻めるっていうのが、攻めれるっていうのがこのデッキのまあ強み。ポイズン打てる余裕があれば、まあ、もちろんポイズンでもいいと思うんですけど、こうスケラデッキってやっぱポイズン、スケラプラスポイズン打った瞬間って、まあ、ダメージは稼げるんですけど、その瞬間コストが言っちゃえば1とかもうほぼ0に等しくなるじゃないですか。上手い人だとその瞬間にこう攻めてきたりとかで、ああやられたっていうのがあるんですけど、雪玉なので、まあ、コストがこう事故ってゼロになったりとか、まあ、することがあんまないっていうのがね、すごい使いやすいというか、まあ、こう万能ね理由でもありますね。まあ、しかもこう最近のね、ウォールブレイカーデッキとかナイトの使用率がすごい高いので、まあ、このダクネから生まれるコウモリがね鬼強い。まあ、僕はマジでダクネ嫌いなんですけど、ていうか本当ダクネアンチの人なんですけど、ゴレだけでですねゴレダクネのダクネはマジで嫌いなんですけど、ジャイスケラとか、まあ、こういうスケラデッキをちょっとね許していただけたらいいかなって。普段あんなにダクネマジで下方しろやとかいろいろ言ってるんですけどちょっとスケラデッキのダクネはねいいかなっていう思いがちょっとだけあるんでね、僕には。さあ、これ嫌ですね。もうこのベビドラですらちょっと嫌ですけど、ここでスケラ打たなかったらケツゴレされてこのダクネが無駄になっちゃうんで、ここでスケラ打てば、あれゴレじゃねえ、スケラデッキだ。相手は遅延スケラですね。でこれはね、遅延スケラちょっと嫌ですね。個人的にダクネが腐るんですよね。相手がアイスイズベビで、まあ、相手からしたらマスケットがきついんですけど、まあ、腐るっていうのは結構痛いですね。ダクネがマジでミリも活躍しないっていう。さあ、まあ、ごぼうり型ですね。キング起動はされるとちょっと危ないですね。なんでダクネとかこれ真ん中から出してると、スケラ打っても棒ポイズからのこう内側ダクネがねピュッて取り抜いてキング起動とかされるので、できるだけこう外に出していきたいのと、またスケラ打ちつつ、積極的にスケラ打ちつつ、このマスケにね、多分タルババとか転がってくるんですけど、いや、めっちゃいいポイズンだな。延命していきたいな。で、これ攻め雪とか打っていかないとダメージがね、なかなか通んないですね。ワンチャン僕あと逆サイドですかね。まあ、ここは棒ポイしちゃおう。で、ボムも置いちゃって、そうそうそう、いやー痛いね痛いね、まあ、痛いですね。これ同サイ対決やりたくないですね。僕は逆サイに勝負持っていきたいな。あのアイウィズがマジ嫌いアイウィズは好きだけど、そこがまあ棒ポイしちゃって、まあ、あとは攻めたいですね。スケラ打ってこれ攻めマスケがね強いですね、今回の試合は。でこのアイスウィズはしっかりスケ当ててあげて、最低棒ポイしてるが、このダクネとね、なんかイントネーションおかしかったな。まあ、ダクネとマスケがうざいでしょうと。さあ、コウモリが？いや、いい。まあ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 、ダメージ的には気持ちトントン。いやー、右のタワーも左のタワーもほぼ一緒っていう事件。これまあ、同じ繰り返しましょうか。で、これ、スケを出しといた方が、スケラがね、気持ち入らなくなりますね。一発二発入るじゃないですか、スケルトンラッシュって。
こう透け出すことによってより塞げますね。で高めマスクを積極的にして、よし、いやこれダクネ、ジコレ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 コウモリジコレ、いやでもダメージ追いついてきた。この左サイドマスクがめっちゃいいんですよね。さあ同じことをしてるだけ、今のところ相手が変えてきた。これさては防衛ポイズンのサイクルが間に合わない。お、なんかナイトがなんか歩いてきたなナイトが歩いてきたな。さあ相手はユニットで攻めようとしてくる。いやこれ来たな、流れがめちゃくちゃ変わったっすね。わかりますかね、これもスケラ打ってポイズン打って、よし、いやもう絶対きついんですよ相手。もうユキまで打ってちょっとダメージ稼ぎたい。オッケー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 、これマスケゲーですね。でまたマスケゲーするで延命して、いやまあそれは相手がうまい。でもこれもう一生僕ね高回転なんで、もうスケラ打ち続ければ相手は棒ポイをしないといけないし、棒ポイしたら下でもうね僕のこのダクネマスケ無限ループ終わらないというところで、さあこのアイゴレマスケ、いやこれスケでねできるだけ延命していきたいですね。でまあこれも時間で終わりでしょう。オッケーグッドゲーム。危ないですね、この遅延スケラはね、マジで同歳対決したら本当に勝てないんで、僕がこう左に攻めるようにした時に相手も左サイドに合わせてきたらちょっと逆サイド狙うとか、両サイドに振るとマスケがより活躍する。片サイド片サイドだと攻め取るねで毎回ね処理されてっていう最初のね悪循環が無限ループするので、あんな感じで逆に展開できたのはめちゃくちゃでかいですね。とさあいうわけでオールブレーカー引きたいな。さあタルババ、タルババの才能も最強いな。キョロイとか、まあ、ロイホグとか、おお、え待ってまたアイスイズタルババ、あまあキョスケバルーンとかの可能性もありますよね。うわやばい、まただ、うわすげえ。これ相手ポイズン使ったし、始まりダクネスケラやろ。じゃあこれユキまで打った方がいいですね。でこの間にダメージできるだけ稼ぎたいですね、序盤に。いや、コウモリ事故なんかなと思いつつも、いや、これちょっとやばいですね、みたいな。まあ、防衛ポイズンすれば耐えれそう。マイゴルで耐える。ハシマイダクネスケラもね、相手がポイズン持ってると、防衛ポイズンからのダクネがね、キング前に来て、これトルネでね、あ、タワー前、プリンセスタワーのこの辺に来た時に、ピュッてキング起動。さっきも言ったか。それが怖いですね。まあ、ユニット出して、まあ、僕はマスケを積極的に出していけたらねいいかなーっていう思いはありますよね。これちょっと打っちゃおうかな、怖いですけど、まあ、ベビースケラ来てもナイトスケラでして、これ止めちゃいたいな。よしよし、いやいい、え鬱陶しいけど、まあ勇気で耐えよう。よいしょ、いやポイズン打たんないのが良かったですね思った以上にな、いやマスケが下からのだったから、ベビだったらマスケ高めでもよかったかもだけど、ナイトだったんでマスケがめっちゃ竹取られちゃったっすね、ナイトに。まあ、これもいっちゃいましょう、ガンガンいってね削っていきたいな。いやベビドラタルババ強えな。いやでもコウモリが、いやコウモリナイス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 、バカナイスバカナイス。で、あとはもう僕、棒ポイしつつ、最後攻めトレーニングとかしてくんのかな、うん、してきましたね。できるだけ延命できたらしてあげて、スケラですね。これ、ダクネスケラでいいんですね。別にアイゴレがいなくても。よしよしよし。しかもこれ、ミリマスケが地味に強いですよね。タルババはやっぱスケラに使わざるを得ないので。大体は僕のこのケツマスケにポイズンを割くと、ちょっとね、またペースがとかっていうのをいろいろ考えなきゃいけないので。よいしょ。そこはもうさすがに棒ポイしてあげて、ダクネが右行っちゃうか。まあまあ、右行っちゃうが、スケラ打った方がいいですね。打って、あと、なんなら蓋してあげて、これ攻め行きとかもワンチャン。タルババ咲いた後だと、これ結構入るんじゃね？いやー、スケラ分け分け分け。いや、ダクネなんか、いい感じにちょっかい出せ。で、まあ、またマスケ低めで、こっち側はね、ダメージ許容できるんでね。気持ち許容しながら、さあトレン使った、今コスト使ったな。よいしょ、レッツゴー。これ攻めっぽい、いや攻めっぽいありだな
ちょっと怖いですけど、先方して雪まで打ってダメージできる稼いで、オッケーオッケー、ナイトも使わした。次相手端前なんか来たら別にボムタワーとかで止めてもいいかもっすね。さあ右側に多分ナイトスケラかベビースケラが間違いなく来ますね。100できます。なんだアイグル蓋しちゃって同タイミングでスケラ打って防衛ポイズ、よし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 。でそしたらベビー許容してもさすがに危ねえ、ちょっと怖いですね。いや2連続遅延スケラいや結構びっくりだな。そんなに今遅延スケラまあめちゃくちゃ強いかって言われるとどうだろうな。いやあんまないですよ2連チャン遅延スケラは。まあバルーンがちょっと多いかな。なんでバルーンにも強いし、まあ安定してねこう全てに戦えるので、まあそういった意味ではちょっと強い部分ありますね。最近ラバンもなんかそんな見ないですからね。結構遅延スケラ環境も来てるのかもしれないですね。このダクネスケラも意外ときついので今のところ勝ててるんですけど、いやマジでめちゃくちゃこのデッキ好きだったんですよね。そうもう強すぎてっていうかもう使いやすすぎてもう肌に合いすぎてるんですよ。そうなんで意外とねこうあトロなかなか上がんないとかこうよく DM 受けますけど、意外とね使えないと皆さんが思ってるだけで使ってみるとめちゃくちゃこう肌に合うというか、まあ、使いやすいとかあると思うんですよ。いやめちゃくちゃ元気だなこいつ。そうなのでなかなかトロ上がんないって言ったとこは意外と一回ねちょっと試したことないけどとか、まあ、ユニレベとかの問題がね結構厳しいかもしれないんですけど、意外といろんなデッキ触れてみるとあれ俺こっちの方が実は得意かもとか、まあ、全然あると思いますね。なんでさあ今回相手はエリジェイかな、いろいろ試してみてくださいと。さあヤンキーすぎるなこれあでもこれあれだ、エリジェイに対してこのダクネやば、足引っ張りますみたいなあでもダクネごめん、足引っ張るとか言ってごめんね。ダクネのコウモリのおかげで耐えれましたね。さあエリジェイかやば、ダクネ世界一輝かんすね。まあまあまあそんなにね言わないであげてと。アイゴレダクネスケラからの端前でマスケ追加が強いですね。多分ベビドラとかがケツから来ると思うんですけど、アイビズか端前マスケが強いですね。いやスケラ打つか悩むな、まあ、別にポイズンでもいいかな、序盤だしベビドラで受けられるしみたいな思いながらね。で2周目の次とかでちょっと狙っていきたいっちゃ狙っていきたいんですけどね、ダクネスケラ。さあダックプリ咲いたしスケラ受けがね今ベビーと、これライトニングワンチャンディンディンディン、まあそらしてきますよね。ダクネスケラしてえな、これで左かな。そうなんかダクネスケラが強いんですよ。とりあえずこれダクネスケラしとくだけでケツユニットと被ればいいなっていう逆サイのダクネスケラっすね。いやーいい受け相手もこれはさすがにいい受け、これはまあケツマスケ回収かな。まあでもこれにライト打たれる可能性もすごいありますね。てかなんなら打たれますね。打たれない。さあスケで2回受けてからは相手もでもいいライト今狙ってたっすね。なんかいやすごいいい受けだなさっきから。もうライトニング削りで負けちゃいそう。いやあれはでも僕の方が回転がやっぱ早いんで相手はこっから崩れていくと思いますね。さあでここはエレジャイ出してきた、もうダクネスケラやっちゃってみたいな、もう一生無限にね高回転でやっていきたいですよね。でトルネ使ってくんねえかな、使ってくんねえか。でだあれ置いて降りか。でまあライトがね嫌っすよね僕としては。なんで、まあ、一応雪とかも打ってここでねエレジャイを溶かす。エレジャイさえ溶かせればオッケーオッケーオッケー。マスケもワンチャン残りそうだなこれ。左一回いっちゃおう。さあタルババをね上に使わないといけない。いやお前なんでやねん。いやこのダクプリベビドラアイスイズっていうこの範囲攻撃たちがねスケラ受け結構優秀なんですよね。それが僕としてはなんか怖いというか結構痛いですねさっきから。さあライトニング打ったのでここちょっとチャンスですよね。
まあ、チャンスで形はできてるんで、ここを攻めポイズンまでちょっと組み合わせれるといいかもっすね。よしよしよし。ダクプリはでもやだな。ベビーとかが出たらちょっと強かったんですけど。いやでも、いや悪くはない気もするが、ちょっと、アドが。で、僕は意外と両サイ振っていきたいかな。さあ、こう相手結構攻めてきてるんですよね、さっきから。なので僕もここ今攻めます。うん。さあ、逆サイドにね、シフトチェンジして、このやっぱ高回転を生かしていきたいですよね。で、これ多分ライト打たれるんですよね。いや、めっちゃいい、ベビー。で、これ僕、ワンチャンボムタワー2周?いや、いらねえな。いや、マスケ、やば、お前。ヤンキーすぎるだろ。いや、さ、タイブレイクだ。いや、これマスケ30周。いや、ポイズンで削った方がいいな。で、攻め行きとかも打って、ちょっと。いや、これ、やばい、ライト来る。いや、ライト来る!あって、あは届いてねえなー、これ。いやー、痛えなー。もうちょっとスケール打てたのかな。でも、まあ、こんな感じですね。こんな感じで戦うんすけど、ダメージがね、結構スケラ打ったと思うんですよ。そう、スケラ打った回数は多分、まあまああったけど、もう2回多く打ってたらよかったかなって感じですかね。そう。あんだけ打ってんのに、こんだけしかダメージ通ってないので、で、相手のダメージも、多分 LJ ミリも通ってないか通ったかぐらいだと思うんですよ。まあ、ライトで削られてるだけなんで、もうちょっとスケラを打つ回数を増やさなきゃいけなかったって感じですかね、僕としては。うん。なんでそこをちょっと意識して、もう一回やりたいな。まあまあ、遅延はとりあえずアイスイズベビーが嫌ですね。ダクネが無能になっちゃうんで。3連チャン遅延たたってますけど。さて、遅延環境なのかわかんないけど。いないこともないですけどね。最近、まあ、遅延デッキって、あれなんですよね。まあ、ラバがきついんですよ、普通は。まあ、なんですけど、エレジャイデッキはね、トルネで、まあ、施設トルネなんで、別にバルーンも怖くないですし、インドラとかもね、トルネで、自分にしちゃえば処理できるので、なんか、ラバに強い遅延デッキって、今までないんですよね。そこがちょっと新しい、エレジャイパワーかなと、思いますね。地味に使われてる。てか、まあまあ、エレジャイ使われてますからね。さあ、パスカル。アウトローとかってさ、そんな感じじゃない?アウトローってラスカルか。ちょっと違ったな。いやー、マジで。すげえなー、相手。元気だな。眠てえ、こっちはもう。さあ、ランバー、ゴレだ。多分。てかまあ、ゴレしか、ほぼないっすね。ワンチャンランバーバルーンとかですけど。確定演出ぐらい。インドラー。いや、これ、することないんで、まあ、雪玉打ってからのケツマスケでもよかったですけど、まあ、別にこれからの結末けどもいいかなと思いますね。さあ、ウルトラバルーンデッキですね。これ、ダクネが勝手に暴走するぞ。さあ、これは、前半の間にめちゃくちゃスケラ打ったら、多分相手きついと思うんですよ。てか、一回だって打っただけでこれですよ。そう、まあ逆サイ別にバルーン来てもボム雪あれば余裕で守れるんで、まあそう考えたら、余裕かな。で、さあ、これもダクネスケラ行きたいですね、次。まあ、右か左かちょっと悩んだっすけどね。さあ、ボム置いて。まあ、これに雪玉、いや、これ待って。危ねえ。さあ、ボムの爆破に当たるよね。オッケーオッケー。ボムの爆破に当たれば、さすがにね、守れますね、と。間にフリーズが縛ってゆく!ヤキちゃん登場!まあ、焼き鳥っていうね、すぐ縛スペルをする。すぐこの辺にスケラ打つ。まあ、その人がいるんでね。登場しちゃいましたね、というわけで、まあ、無限ケツアイゴレダクネか、まあ、アイゴレマスケでもいいのかな。ボーラーで引かれちゃうっすよね。まあスケラ打っとけばなんとかなるでしょっていう。さあ、まあ、逆サイドにもっと振ってもいい気もするんですけど、普通にこのゴリ押してね、一応ポイズンも打ってポイズンも打って、まあ、全部にしっかりダメージ与えてね。でカウンターが怖いですけども、それは気合っすね。すべては気合です。まあ、ボムタンも先置きしちゃっていいですね。どうせ、バルーン来るんで。
で、まあ、英語で適当にして、あ、そのね、やばい。そのランバーはマジでうまい。え？その、やばい。やばいやばいやばい。あの、今何がうまいかって、わかりました？あれなんですよ。ボムタワーにバルーンが行く前に、ランバーが残ってるかフリーズされたんですよね。で、それによって、あの、ボムタワーが壊されてバルーンが真ん中まで行かなかったんですよね。今の鬼うまかったですね。さあ、これ、タゲがマスケに行ってる。全然入らんやん。まあ、今の押されるとやばいですね。これ、防衛ポイズンします。さあ、めちゃくちゃうまかった。もう、これはさすがに耐えれると思うな。で、一応範囲を気をつけて、いやー、よく耐えた。スケラ打つけど、ランバーとかだけで綺麗に守られるかも。マスケ、タゲ取るな。よし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 。いやー、居抜いてけ、もうずっと。あ、いや、タワーがタゲ取ってるけど、なんならいい。まあ、ボム置いて、まあ、高回転マスケですね。こうなったら、あの、出さなくていいっすね、あの子。名前忘れちゃった。ダクネ。ダクネ出さなくていいな。もう高回転で回して、スケラ打って、みたいな。なんだこれ、ポイズン2周でいけるんじゃねっていう理論。もうユキとかも打っちゃったよ。もう、稼げっていう。やばい、待って。あ、やばい、空振ったらやばい。やばいやばいやばい。待って。そんなバカな。そんなバカなっすよ。いや、やめて。やべねえ。危ねえ。焦らす。間に合わないかと思いましたね。まあまあまあ、そういうわけでね。なんかまあ、結構、今回は、なんかダクネに強いベビドラが4連続当たっちゃったんですけど、まあ、こんなことあんまないので、もっとこう、ダクネ、普通にダクネスケラするだけで相手はきついと思いますし、まあ、こういう相手だったらダクネをあんま出さないっていうのがね、結構大事に、なったかなと思います。というわけで、このね、ダクネスケラデッキも皆さんぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。